ストラムが始まります。犬はシャトルドッグ、シャトルドッグ。オープニングシーケンスは、スモールとほぼ一緒だと思います。ここの国障害もします。この後がちょっと違ってきます。先行スイッチを入れてバックを処理する。バックを処理、バックだと難しくなってきてしまいます。ショートといってハンドラーが向こうへ入るのが非常に難しい。おっと、吹っ飛んでしまいましたね。コースになってます。Iniziata la gara ufficialmente con l'ingresso del concorrente numero 169, Barbara Davis con Shimmer. America? America. さあ、いきなり本命ですね、アメリカ。チームのみなさん、なんていうんですか？バーバラです。バーバラ出たろ？個人戦出てない。犬が違うんですね。26セグですね。はい、出てますね。ワンミス。ジャンピングの方がワンミスだそうです。さあ、あれ、何難しいですか。ちょっと間違えましたね。はい、かなりタイムロスですね。ここへ入るとすごく楽ですよね。なんとか今とか入りたい。さあ、この犬は割合順調にいってます、はい、さあ、いい感じですね。ノーミスでなんとかまとめたい。ヨルさん、ジャンピングの方は10セグだったそうです。おう、セントスイッチに見まして、バックをしようと。ここはお手は上がってません。いいです。シュアフォさあ、アメリカチーム。まず、本当に出ました。ラグラテプラバー、スタートの2名ジャルトルでカナダ。これの116、ソーサン・ミラー・ロビー。次して次のハードル飛んでしまいました。横すり抜けて次のやつ飛んでしまいました。失格ですね。これは、ですね、カナダのノバ。おっと、間抜けもしました。1日目のアジリティはもうすでに8時を回ってます。こちらの時間が8時回ってます。非常に進行遅いです。カナダの109、ケティ・テイロー、ケイシー、センプルベル、カナダ。
チームのみの参加なんです。逆回りをしました。向こうへ行ってしまった。どうするんだ。そう、神奈川チーム、チームとしてはもうすでに失格してますので、成績はありません。34秒台。ナオミオフォーマットダルシーデスベロカナダの3投目先行して、ここは入りたいと思います。おー、見るとバー落とした。いかないね。タッチはいいね。このようはタイム的にいいんじゃないでしょうかね。36秒台が出ました。ワンミスです。Il norvegese con il numero 141 Shell Riis con il Golden Oscar Leland. Open UC Kings, ちょっと片付きましたね。さあ、ノルウェーの1投目いけるでしょうか。43秒台ぐらいでした。45秒台になってます。ダッフリーコンイヴェル・リレマイアス、ノルウェーの2投目です。個人戦は17席だったそうです。おーっと、障害越しのコントロールを使った。えらいとこ行ってしまったけども、あーっと、これは手を上げません。今回はアウトから完成。アウトが42秒台。3投目non mi sottato. Terzo e ultimo binomio per la Norvegia con il numero 142 Ingrid Froissa con Julie Kvillemajas. 42秒で来てますね。ベストラップワンミスで36秒っていうのが出てますから、タイム的にはちょっと苦しいですけども、チーム戦とにかくまずはノーミスですよね。おっと、逆転もあった。危なかったけども切り抜けました。セントフィッチ、さあフィニッシュです。さあノーミス3つ、はい、OK。 43秒台です。2点ブルグ、il suo esordio con il numero 138 Patrick Greer con Edgy. Fuori da una grande velocità. Distanza sky. ジャッジの方向にしてます。あーっと、手だ。あー、
スが出ました。頭を叩きましたけども、ステンブルグの2投目、フーミーです。ルクセンブルグがもう一つ失格になってますので、もうチーム戦の成績はないのでございますね。おーっと、かなり今飛びましたけども、手が上がってません。エアプレーンで内側へ来てアウトからコントロールです。おーっと、これは拒絶ですね。これも拒絶、接触も飛びました。手がいくつ上がったんでしょうね。3つは上がってると思いますけども、エアプレーン。46秒台。ルクセンブルグの3投目です。ルクセンブルグがもうすでに1投失格になってますから、拒絶を取られてしまいました。これも拒絶だ。これでロシア もうほぼなくなりましたね。51秒30。ロシアはすでにミスが2つ出てますので、もうほぼ圏外です。これも取りますね。これで3ミスになりました。ロシア42秒89。ロシア3投目、ウェルステリア、若干スピードにかける。タイムが46秒04。さあ、地元イタリアのミディアムです。イタリアのミディアムはどんなもんなんでしょう。さあ、ジルさん、お得意の走り抜けの特訓、昨日かなりありましたけど、これは手が上がってません。上がっ
ってませんが、かなり今危なかったような感じでしたけども、イタリアというより完全にフランスですよね。さあ、ここはちょっとプレッシャー強かったけども、見ました、手上がってません、今のところ。痛恨の、今何なんでしょう、ジャッジに気を取られたのか、ワンミス、大ゼロですけど、ワンミスですか。クマベルトリーニ insieme a Ledi。さあ、イタリアの2投目。出した。先行スイッチだ。OK。タッチは OK です。ケネ。ですけど、ちょっと止まりましたかね。さあ、2投目はノーミスできそうだ。40秒台のノーミスです。ビトリオ・パパーロイ・ソレーラ、ボーダー、あ、早いボーダーですよ、ミディアムのボーダー。さあ、なんと言っていいのか、となりますね。しかしこの犬がミディアムだと思うと圧倒的に有利ですが、今の拒絶取ったらこれの手は飛んでから失格してしまいました。スイスはこれスモールミディアムに力を入れてるんですけども、1投目は失格しました。まずまずの
タイムで来るんじゃないでしょうか。犬はシェフですね。すでに拒絶でしょ、完全に。手が遅い。違う。やる気ないですね。わかりましたね。足が痛いですよ。chiamare in causa il primo concorrente della squadra lettone ed esattamente il numero 102. キャンピング18席です。やっぱりまあいい感じのコントロールですね。ああラトビアチャンスです。ラトビアの2投目セルティ。さあトップの犬は40秒台、ノーミスで40秒台出してます。続いていきたい。 OK 先行スイッチ、ちょっと早いけども、この犬はスピードいいようです。さあ、ノーミスで続けるか。さあ、来ました。おっと、ちょっと、これてしまいましたけども、大丈夫なようです。若干タイムロスだが、そこそこタイムじゃないでしょうか。39秒台が出ました。さあ、ラトビアの3投目です。この犬次第ではトップいきます。ラトビアウェルシュテリアかな。前の2頭はかなり速いタイムでノーミスになっています。さあ3投目、ラトビアはこの犬次第、このハンドラー次第です。さあちょっとぐらい遅くても、おーっとかなり無理なコントロールしてしまいましたけども、 OK です。手は上がってません。若干スピードにかけるようです。この方が処理楽でしょうね。手一つだけで済んでます。手が一つだけで済んでます。
もったいないですよね。少々ちょっともノーミスでいけばトップに出たんじゃないでしょうか。ワンミスになってしまいました。かなりタイムロスしてます。51秒になってしまいました。スウェーデン、アトレータ numero 91 Jens Nilsson con Musse Gibas Band Muscot。立てる手が上がってませんね。オーバーランしてますけども、ね、綺麗に繋いでます。なんとかロスにならないように繋いでます。手は1つ上がってますけども、ノーミスの感想を3つ揃えた国は、失格だ、失格ではダメだ、ノーミス感想を3つ揃えた国はかなり少ないはずです。制御しかし失格になってしまいました。失格ではダメです。Inizia la gara del team portoghese con Domingos Carneiro e il suo Castro Seixo. Una staffora. Come sta il colonito io con la sua? Con la sua che non te va a Sa, che gruppo è caste? Rivasi, grossi. Immuni.処理をしてスラローム。いいですね。おっと今のは手を上げますよね。ずり落ちてしまいました。一つ手が上がりました。41秒台。ベリノ・シュダデ・ストレニア。ポルトガルの2投目はレグラのテリア、テンションのいいやつ。オッケーです。ワンミスできてます。ポルトガルはワンミスできてます。さあ、ワンミスのまま行きたいところですね。このところオッケー。Martins e adesso con il numero 100 Smok
Tipi Navavadas. Two miss か? はい。今のところポルトガルは2ミスです。失格は出てませんので、なんとかこのまま行きたいと。明日のコース次第では、どうにかなるかなというところですが。
さあ2投目もノーミスでいけるか。2目もノーミスでいけそうです。イギリスチーム OKOK、OK、44秒台でノーミスになりました。あーイギリスマン3投目、この犬がノーミスでいけばイギリスチーム圏内に入っています。優勝圏内に入っています。若干スピードにはかけるようですけども、オッケー、オッケー、オッケー、さあ、ここへ入りたい。かなり攻めてます。さあ、オッケー。オッケー。さあ、もうちょっと、もうちょっと。トンネル、あと2つ。さあ、OK です。44秒台でノーミスです。ここまで来たでしょう。成績は出てますけど、映せません。今日どこ？E adesso si parte con la Finlandia, esattamente Nina Mannen con Matos Jump。 フィンランド、本命が出てきましたね、フィンランド。まだフランスも残ってます。フィンランド、フランス次第ですね。おーっと、これは手を挙げなかった。さっきはこんなんで挙げてましたけど、手ね。OK です。さあ、フィンランド、まずはウェルシュテリアでノミス完走いけるか。はい、39秒台です。いいタイム。クロムホールレンダー。さあ2投目です。フィンランドの2投目。3投目には、ミカマットがいますので、この犬がノーミス完走でいけば、フィンランドのノーミス完走でいけるんじゃないでしょうか。そうですね。さあ、タイム39秒台です。131出ました。ミカマット。さあ、久しぶりにミカマット優勝するか。優勝チームの一員となっていけるか。非常に硬いハンドリングできています。おお、先行スイッチをわざと遅らせた。今度はタイミング合ってます。先ほどはちょっとハンドル早く行きすぎて。おっと、ここはアウトで処理することになってしまいました。おい、どうするんだ、どうするんだ、どうするんだ、大丈夫か。おお、すごい。さあ、苦手のタッチ、OK です。ここは、OK です。ちょっとロスしてますけども、もうロス関係ない。39秒台が出てますので、このままいけば完全にトップいきます、フィンランド。トップいきます。行きます。はい、43秒です。43秒で十分です、トップになります。フィンランドトップに行った。トップに行ったようです。さあ、ブラジル出ました。1番フィンランド、アメリカ、スウェーデンもさっき失格したからない。ノルウェーか。さあ、ブラジル1投目はいいコントロールといいスピードで行ってます。さあ、まず1投は行きたい。あーっと、スラロームで抜けてしまった。もったいない。ワンミスになってます。タイム44秒台です。113
ャクラッセルかな。おおおおおお、それコントロール、コントロール、コントロールどうするんだ。手は上がってません。さあ、これもすごいところで先行スイッチを入れました。OK です。かなりロスはしてますが、今のところノーミスでしょうか。さあ、タイムはどうなったでしょう。48秒台になってますね。ブラジル34、ヘリオデリマ、オッテオ。この人がお父さんです。彼の息子が 2人、ブラジルのチームに入ってます。金髪の髪の毛の長い男の子、取った男の子、この一人息子が走ってます。さあ、お父さんの走りを見せておきたい。ブラジルチーム3投目です。お父さんお父さん、はい、お父さんダメでした。ベルギーです。111番、さあ出ました。111番は累積1が過ぎています。うまくスピード乗せてきてます。スピードつないでます。さあ、ベルギーの1番手いけるんじゃないでしょうか。タイムがどこまでいくか。39秒台できました。ベルギーの2投目出ました。犬は何でしょう。ジャーマンハンティングドッグかな。ジャンピングは4位です。ジャンピングの4席だそうです。さあ、今度はアウトへ入りましたけども、バックから先行スイッチを入れてスラロームのミスです。ベルギーは39秒台で、1投目のミスになっています。この犬もこのままいけば、いいタイムでのミスできます。おっと、危なかったけども、なんとか戻しました。タイム38秒台が出ました。さあ、ベルギー3投目。さあ、38秒台と39秒台でノーミスが揃ってます。この犬もスピードは十分です。あとはコントロール、ハンドリング、個人のジャンピングは失格してました。OK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 。 今度はスピードを殺さずに、スピードとテンションをうまくいい方向へ持っていってます。さあ、セーブです。あー、犬が若いんでしょうかね、おそらくね。この手のトラップにかかるところが、ベルギーしょうがないですね。はい、どうですか。162番シェルキーでしょうか。ちょっと見にくいんですけど、トライのシェルキー。すごい、スピードは若干かけますが、
まず一つ PR です。44秒台スピードには若干かけますけども、まずは一つ PR。 さあ2投目出ました。犬は何でしょう、これは。あ、クロムフレンド。さあ、この犬のスピード的にはいまいちですけども、ノーミスで来てます。とにかく、スピード的に申し出してもノーミスが何より。スピードがなくても乗ります。はい、47秒台です。3投目です。ドイツ、標準タイムはオーバーしましたけども、とにかくノーミスできてます。この犬がノーミスなら完全に圏内に入ってきます。さあ出ました。で、手はこの犬しない。先行ずつ。いいコントロール使ってます。OK。おっと、アウトが入りました。ここはどうだ。OK です。うまい。さあ、なかなかテクニックあります、この人。あっと、ノータッチを取りました。惜しいですね。ドイツチーム、タイム的にはもう一つでしたがノーミスで来てたんですけども、タイムはいいけどもワンミスとなりました。デンマークのウィリアムが強い。しかし昨年一番良かったティナは、今年は出てきてません。さあアウトへ入った。アウトからのコントロール、デンマークは多彩なコントロールを使います。あのとにかくスモール、ミディアムのコントロールの定評があります。コンタクトはちょっとプレッシャー強い、スピード的に遅くなりましたけども、ノーミスでいってます。はい、まずは、ノーミスでいくんじゃないでしょうか。タイムがどこまで来るかということですね。45秒台です。さあ、2投目いきました。45秒台でしたけども、デンマークはまずは1投ノーミスを作りました。ミディアムクラス、この犬も続きたいところですね。これはパピオン、あ、コイケルか。惜しい。こういう形のミスの取られ方っていうのは痛いですよね、本当に。難しいところのミスじゃないですか、本当に基本的な部分ですからね。48秒台アミス。2投目の犬はワンミスになってしまいました。さあ、ワンミスはちょっと苦しくなってきます。ほぼ絶望ですね。取られました。拒絶です。これで2ミスですね。デンマーク完全に圏外ですね。タイムは43秒台です。さあ、サブのホイズが出ました。あれ、今ロゴ始まったんじゃないか。なんだこれは。前の方映ってないですね、このね。かなり速いはずですけどね。まずは、オーストリ
タイムでここまで来るでしょう。37、38、39、40はいいタイムだ。43秒台が出ました。オーストリアチームの2投目です。1投目43秒台で、ノーミスです。さあノーミスで続いていきたい。おっと難しいことした。先頭スイッチやりました。OK です。タイムは44秒台です。と3チーム、あと3チームというところで休憩らしいです。今のところ1位フィンランド、2位 USA、 3位ノルウェー、4位イギリス、5位ドイツとなっています。ワンミスで、5位ですね。でも入賞というのもあるかもしれません。オーストリアの最後出ました。partita con il numero 163 Sabrina Hauser con Buster Black。 オーストリアはノーミス、若干タイムは遅いですけどノーミスで2つ揃ってます。さあ、なんとかノーミスでいけば間違いなく今日は5位以内に入ります。ワンミスで5位です。さあ、来ました。はい、43秒台です。ノーミス。コメントでは、レポブリカンシェイカー primo binomio 114 Martina Podestova con Gwendolyn。 いいですよね。スピードは十分ですね。OK ですね。タッチも OK。 内側を回してシーソー。 OK。 かなりいいタイムで来るんじゃないでしょうかね。ベストラップ出るか。38秒台。さあ、チェコ文句なしです。1投目はもう文句なし。38秒台でノーミスできました。2投目出ます。この犬も、ね、スピードは十分ですね。さあ、一つのミスがもう命取りです。チーム戦。はい、来てます。さあ、独特の下り OK です。内側を回して OK です。シーソー、もうちょっと。若干タイムロスしました。しかし、かなりいいタイム、この犬もかなりいいタイムで来るはずです。39秒台で来ました。この153ラドマン・リシカとはエミネント・エミア2世紀、個人ジャンピングの2世紀です、ラドマン。さあ、チェコ、この人が個人ジャンピング2世紀の実力でそのまま来ればトップに来ます。フィンランドは3投目、かつての王者ミカマットが、若干タイム的に苦しいタイムでした。さあ、チェコ38秒台、39秒台とほぼベストラップに来てます。さあ、3投目取り、ラドバンノーミスでいけるか。 OK、 見事です。
コンタクトの処理。さあこの犬もいいところに来ます。来ます、来ます。これチェコトップ出ます、トップ出ますね。間違いなくトップ出ます。あ、3秒8秒台ベストラップです。トップ出ました。トップ出ました。チェコがトップになりました。個人のジャンピングはこの3席できます。さあスピードは十分だ。タッチは走り抜ける。犬がいないとこ行った。ああ拒絶の手は上がんない上げなかった。フランス残ってます。ここで手が上がりました。これでフランスはもうないですね、ほぼないですね、はい、38秒台ですが、なんとかスプリンが取ってますけど、なんでしょう。懸命シェルビ。さあ足向け、走り抜けてスピードをついたのがあだになってツーミスになりましたね。これ手術の手が現れましたから、フランスチームはチームとしてツーミスです。もう完全に圏外ですね。フランスはこれで失格になってしまいました。100年前、シルバイン。さあ、ベストラップを出すか、ベストラップを出すか。かなりいい走りです。さあ、問題の下りのコンタクト OK です。OK です。うまい、手の使い方向かったわ。最後のチーム、ポーランド。ミディアムのチーム戦最後です、ポーランド。スタッフはどうでしょうかね。さあ、1日目の LGP の。失格です、ポーランド。ポーランド早くも消えてしまいました。危なかったけど持ち直しました。ここはしかし拒絶になりますね。あーっと逆止めた。失格です。フィンランド2投失格になりました。おっと、ここは OK です。これは拒絶ですよ。あ、そうか、もう失格か。おーっと、
れて帰りました。向こうへ帰ってくるって言われますけど、ミラー。さて、ポーランドのサイドです。ミディアムのチーム戦、1日目のアジリティはこのポーランドで最後です。シーズン券がスロベニアのシルビアのようにシーズン券で残っています。プレッシャー強い。拒絶。今のロングジャンプは拒絶だと思いますけども、ミスで取ったんでしょうかね。Il prossimo sarà l'ultimo binomio in gara quest'oggi. Questa lunghissima prima giornata.